やっと来たか。ミラさん、お前も来たのか、紛らわしい。は？どいつもこいつも巻き込んでおいて勝手なこと言うわね。失礼しました。ミラ様とは厳しさの質が違うな。僕もそう思う。ミラ様は戻ってないんだな。うん、ミュゼが探してるらしいけど。そうか。ねえ、なんでリド変なメガネしてるの？足跡を隠してるんだよ。ユリウスに逃げられた時踏んづけられたんだとさ。見たい。笑えるぞ。捜索を始めるぞ。了解であります、室長。この海底で奴の目撃情報が途切れた。手分けして探すんだ。僕たちは街道の西を探してみよう。じゃあ私たちはハミルの方ですね。懐かしいな。俺たちはカイロを。ユリウス、生かしてとらえ。借りは返さなきゃな。そんなことしてません。姉さん、ミラじゃないわね。あなたはどなた？ああ、はじめまして。元マクスウェルよ。どういうこと？分子世界にカナンの地ね。何か知ってるの？さあ、見つけたよ、このパレンジ泥棒。ミュゼが？だってお腹が空いちゃったんですもの。精霊もお腹減るんだ。気分的にだけど、ミラが食事の楽しさを教えてくれたから。そうなんだ。私じゃない。ユリウス前室長と思われるエージェントの分子世界侵入を探知しました。当該分子世界は道しるべ、存在確率こうです。追いかけましょう、ルドガー。注意した方がいいわ。そのユリウスって人誘ってるみたい。だからって逃げるわけにはいかないでしょ。ねえルドガー、私も連れて行ってくれない？この子が心配だから。危なっかしいとこはミラとそっくり。大きなお世話よ。また変な人が仲間になった。わー。あんたら連れならパレンジの代金払っとくれ。あんな子供を連れ歩く気が知れないわ。人間って守るものがある方が強いんじゃないかしら。あなたもそうだった？さあ、私は人間じゃないから。そうよね。でも一人ぼっちはもう嫌。そうよね。あなたまで？もうエルとそっくり。余裕ね。追われているのに鼻歌なんか歌って。癖なんだよ。
我が家に伝わる古い歌でね。会いたくて仕方ない相手への思いが込められた証の歌というらしいが、本当に会いたい相手が来た。兄貴の勘というやつだ。いい加減ね。それでも実際会えた。兄弟ってこんなものだろう。そんな話がしたいわけじゃないんでしょ。もちろん要件は別にある。もう時計の問題じゃない。あの娘、エルを俺に渡してくれ。危ない趣味ね。拒否すれば力ずくで奪う。ルドガ、なぜあの娘にこだわる。やめろ。誰にとっても不幸な結果になるぞ。何を知ってるの、あなた。オリジンの審判の非情さをだ。分かってくれ、ルドガ。俺はお前を。エルの声。タイムファクター あの魔物が変な精霊術でエルを。回復が効かない。これは呪霊術。避けて。消えた。呪霊術とは何だ。生き物の命を腐らせる精霊術。解除するには術者を倒すしかないわ。術者、さっきの魔物。そう、海幕幻魔を。それってカナンの道しるべ。静止世界では絶滅した変異種、姿を隠して呪霊術で獲物を襲い、動かなくなった後その血をすする魔物よ。ダメです、エル。しっかりしないとバーニッシュは来てくれませんよ。頑張ったらきっと私があの子を連れてきますから。エリーゼ、そんなにゲートを酷使したらあなたも。でも約束したんです。破ったらハリセンボンなんだよ。でもこのままじゃ二人とも。はあ、どうやって。おびき出す気。お前、そこまで。大切な子なのね。来たわよ。ルドガ。大切なら守り抜け。何に変えても。じゃあ。よー。時間はかけられないわよ。はい、分かってます。頼むよ、ユゼ。任せて。ちょっと巻き込んじゃうかもしれないけど。レディー・シンガー、カタラクトリボルバー、キッチン千円でパチン。ヒポランチャー、ゴールドカット。
気がする。あれは励ましたつもりなんですけど。どっちでもいいけど、ありがとう。珍しく素直。そうだよ、いい子にしてないとバーニッシュが来てくれないもん。みんなと旅してると強くなっちゃうんです。レドガーもなんか強くなったみたいだし。
お兄さんのこと心配？信じてるのね。羨ましいな。